2000年の全日本 GT 選手権 GT500 クラスではホンダ、トヨタ、日産の3大メーカーが過去にはない激戦を繰り広げた。ホンダ NSX の開発陣は2000年モデルで大幅な設計変更を決断し、横置きエンジンの搭載位置変更に着手した。 V 型エンジンを横置きするレイアウトは車体前後を短くするには有効だが、両方のバンクから出る排気管の取り回しが難しい。それまで NSX の排気管はエンジンの下を通っていたが、開発陣はこの排気管をエンジン横に移動してエンジン自体の搭載位置を下げることにした。その際に邪魔になるのがエンジン横にあるギアボックスである。開発陣はこのギアボックスを小型化して、その横に排気管のスペースを生み出そうとした。薄くコンパクトなフォーミュラーカー用のギアを流用して小型のギアボックスを専用設計したのである。2000年シーズン、 NSX は5つのチームからシリーズに参戦した。その中でカストロール無限 NSX は高田ドーム NSX とともに NSX 陣営の中で先行開発を進めるワークスカーの役割を担っていた。圧倒的な速さを示したのは高田ドーム NSX である。しかし2回の優勝を勝ち取ったまでは良かったが、 JGTC 独特のウェイトハンデに邪魔されてチャンピオンを逃してしまう。その陰でカストロール無限 NSX は着実な走りを見せた。ドライブしたのは道上亮とセバスチャン・フィリップ。シーズン後半はセバスチャンに代わって三定秀俊がシートに座った。結果的にシリーズチャンピオンに輝いたのは、上位入賞によるウェイトハンデを巧みにコントロールしたカストロール無限 NSX であった。